どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの家に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今蒲田にいるんですけども、今日のお店はこちらです。元祖ニュータンタン麺蒲田店。その名の通りこちらには辛いタンタン麺があるということで、これね見るとね、美味しく元気に痩せるタンタン麺とニンニクと唐辛子をふんだんに使ったタンタン麺になってます。唐辛子に関しては辛味成分でカプサイシン、体脂肪を燃やせと、辛さが選べるということなので、もちろんマックス、めちゃ辛というものを今日は挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、というわけで中に入ってきたんですけども、担々麺だけあってこういろいろメニューあるんですよ。普通の担々麺プラス海苔担々麺、味玉担々麺、ニラ担々麺、もやし担々麺、キャベツ担々麺、もう担々麺。今日はまあ普通のこのスタンダードな担々麺の控えめ、普通、中辛、大辛、めちゃ辛と、はい、もちろんめちゃ辛でいきます。おお、大きい、めっちゃ大きい。そして真っ赤いただきます。さあ、ニュータンタンメンさん、めちゃ辛さん、お手並み拝見ですよと。おお、怪しい弾力感ですけども、具材はこれ卵が入って美味しそうな卵ですね。じゃあまずちょっとこのスープから、真っ赤なスープをいただきましょう。ああうまい。卵が優しい。ふわふわですね、卵が。シンプルですね。具材はもう麺と、唐辛子、そして卵。麺にこの卵と唐辛子がよう絡んでます。この麺を吸ったらニンニクの風味が口の中に広がります。うまいわこれ。合うわ。真っ赤でこう分からないかもしれないけど、これ食べるとね、こう筋肉が入ってますね。ニンニクがちゃんと入ってます。ほとんどもうスープのみしか残ってないんで、はい、この真っ赤に染まったスープを飲んでいきたいと思います。見た目ほどの辛さはないですね。ちょっとこの辺で追い辛タイムいきましょうか。はい、おい、唐辛子を追い辛、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 追い辛タイム。ハバネロとかキャラメルニクラ、そういうヤバい唐辛子は辛くないんで、うん、そんなにこうグサッとくる辛さはないですけどね。うま辛っていうですね。うん、完食しました。 OK、 ごちそうさまでした。担々麺めちゃから食べたんですけども、非常に僕好みの、美味しい、担々麺でした。入ってる具材は非常にシンプルなんですけども、ニンニクが非常にこうアクセントがあって、そこにこう唐辛子が最高の組み合わせですね。それでは辛さレベルの発表していきましょう。元祖ニュー担々麺本舗蒲田店の担々麺めちゃから辛さレベル、じゃん、じゃじゃん、辛さレベル3でーす。おめでとうございます。3ですよ。辛さ初心者の方でもまあ美味しく食べれるんじゃないかなと思います。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャン
ので登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新しますんでフォローお願いします。とにかくこの器とレンジが大きくて、でスープもドロドロですから、なんか離乳食を食べてるような、ね、赤ちゃんになったような、バブバブ。